なんか妖怪みたいな呼び方されてますけど、別に怖い話じゃないですからね。で、話変わるんですけど、スイミーって覚えてます？絵本の作者さんの名前をついさっき知ったんですけど、レオ・レオニさんだったんですよ。オは終わりと同じ構成してると思ったんですけど、昔あの本のことを怖いって言ってる子いたなと思って、なんでだろうと思ったら、今になって思うのが、あれ集合体恐怖症だったんかなってことですね。ついで調べてたら、これスイミー1キロ販売されてました。直射日光を避けて保存してくださいって書いてありました。そんな話。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日はこんな DM 来てました。今年から大学生でアルバイトを始めようと思ったのですが、友人に相談したら、タイミーがいいんじゃねと言われました。そこでタイミーについて調べてみたのですが、やばいとか怪しいといった情報ばっか出てきます。普通に長期で雇ってくれるバイトの方が安全なのでしょうか？正直、履歴書を書いたり、面接に行ったりするのが面倒です。タイミーの何がやばいのか、もしよかったら解説してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。ね、スイミーがちらつくでしょ、僕のせいで。そんなにいいんですよ。そんなスイミーに似たタイミーなんですけど、これ皆さん知ってますか？コマーシャルとかでやってるんで知ってる方もいると思うんですけど、これいわば隙間バイトと言われるもので、履歴書とか面接は不要で、やったことのない仕事を経験できる。隙間時間を使って好きな時間に好きなだけ働くことができると。こういったものを売りにして今注目を集めてる単発短期短時間で働くバイトのことなんですけど、これ関係あるか分かんないんですけど、会社に水を頼んだんですよ、ケースで。そしたら全然届かなくて、通知見たら午前2時頃配達試みましたって通知来てたんですよ。いや、おるか。いや、いたとしても迷惑やぞと思ったんですけど、それはいいとして、このざっくりの仕組みとしては、事業者とワーカーがそれぞれスマホアプリに情報登録してて、で自動的に仕事をマッチングさせたりとか、雇用主が応募者の中から最適な人材を選定したりするんですよ。でこの事業者とワーカーの間で直接雇用契約が結ばれて、その後仕事が完了すると自動的に雇用契約も終了するってもので、このタイミーの他にもですね、オフィスワーク系、販売系、軽作業系の職業とかに特化したシェアフル、倉庫内軽作業系や運送、ドライバー系、フード系、イベント系に特化したパーソルが運営するショットワークスとか、軽作業系、あと販売系、引っ越し、配達系に特化した LINE で同じLINE ヤフーが運営する LINE スキマに、こういったものがあるんですけど、実際これ登録してる人っていうのが結構多くて、複数の仲介業者への重複登録も含めて、大手4社のアプリ登録者数2019年末が330万人だったんですけど、去年3月990万人と3年ちょっとで3倍になってるんですよ。さらに今年の3月からメルカリがですね、メルカリハロっていうね、同様のサービスを始めてて、これに1社加わるんで、大手5社の登録者数今年5月で2200万人突破してます。このように毎年のように増え続けて、4年半でおよそ7倍弱と、コロナ禍以降急激に増加しています。もちろんこうやってある意味世間的にも副業の選択肢っていうのが増えてきて、働き方が多様化してる中で、スマホ一つでできるこの今の時代にマッチした自由な働き方なんて見方もできると思うんですけど、ただその一方、この抜け穴といいますか、ちょっとアプリ側の経営体制であったりとか、働き手にとってもかつて社会問題とかしていた日雇い派遣の現場と同じようにですね、現場では職員の一員として扱われず、低賃金で働かされて不当に搾取されていると、まるで実質この日雇い労働のような実態があったりします。今日はこのスキマバイトのね、ちょっと闇の部分についても、中でもね、今回タイミーというものについてお話ししていこうと思うんですけど、まずこのタイミーなんですけど、2017年8月頃に設立された株式会社タイミーによって運営されていまして、飲食業界をはじめサービス業を展開する多くの企業の労働力不足を解決すべく、可視化されていない実は働ける時間というのに着目して、この時間だけ働きたいという点と、この時間働いてほしいといった点、これら企業と働き手の双方の要望をマッチングさせる日本初の単発業務アプリなんですね。ただこれ法律上は有料職業紹介事業と、こういった枠組みのサービスの提供が認可されてるんですよ。でこのアプリの開発をしたのが現在27歳の創業者小川亮という方で、20歳の大学生だった時に自分が立ち上げたファッション事業を失敗して、残った借金返済のためにアルバイトをしていたんですよ。彼はなんで応募にメールを使うんだろうと、アプリで完結させればいいのにと、そういった不満を感じていたと。でふと抱いた一つの疑問から、アプリ開発とサービス構築が始まったんですけど、会社を作った後ですね、事業はどんどん成長して、2018年8月2日このアプリの iOS 版ができて、2019年9月2日には Android 版も配信が開始されました。今年の7月26日には東京証券取引所ブロース市場へと新規上場したんですね。特徴としては履歴書、面接が不要、企業側のメリットとしては求人掲載費っていうのが無料で、働き手に来てほしい時間や求めるスキルを設定するだけで最短1分で求人が掲載できて、働きたい人とすぐにマッチングができるという点があって、ただ手数料として採用者に対する報酬の 30% と振込手数料の200円はかかってしまいます。ただそのスピード感に定評があったりとか、あとはこれやっぱ早いんでトラブルが起きやすいんですよね。ドタキャンとか急な欠勤とかに対応するためにペナルティポイントっていうの
があるんですよ。これは仕事をキャンセルした時に利用者に付与されるポイントでして、マッチング完了してから仕事が開始するまでの2日間に限ってキャンセルした時間に応じてペナルティが課せられます。ポイントはそれぞれ仕事開始より48時間前なら1ポイント、24時間前なら4ポイント、12時間前なら5ポイント、8時間前なら6ポイント、4時間前なら7ポイントと、遅刻すると2ポイントになってまして、これが4ポイントから7ポイントになったら1週間以降の日付の応募は1件までしか申し込みができません。でこれが8ポイントになると終了、全てのマッチングキャンセルになります。さらに14日間の利用停止です。またですね、無断欠勤なら一発退場です。一定期間の利用停止になります。ただこの期間について公式は発表してなかったんで不明でしたね。言うまでもねえって話ですかね。ちなみにこのポイント、8ポイント到達後利用停止期間の後4ポイントからスタートになるんですよ。ただ新しく仕事について勤務が終了してからその就業先のレビューをすれば1ポイント減るそうです。こういった仕組みですぐに働くことができて、企業も選考にかかる負担はほぼない、ニーズも増えつつあるんですけど、その上で簡単にドタキャンする可能性も減らしてると。なのでここだけ聞くと、まあお互いがウィンウィンなサービスだとも言えるんですけど、ただまあそれが労働者の権利も守られているのかというとそれはまた別問題でして、一部の就業先ではこのワーカーさんに対して人権を無視したような扱い方を受けるというような実態もあるんですよ。これはアプリ側っていうよりも雇う側も問題ですね。モラルのこんなんだから人手不足なんだろうがよつって、なんかそういう声が聞こえてきそうですけど、そういった事例なんですけど、50歳男性、この方アプリを利用した日雇い仕事で生計を立ててるんですけど、どこの職場に行ってもまず自分の名前を呼ばれることがないと、代わりにシャッフルさんとかタイミーさんとかショットワークさんとかアプリ名で呼ばれることが当たり前になってると。これひどいというかちょっと悲しい話ですね。ある時には挨拶をしても無視されると、どうせその日限りだからというか、そういった扱いを受けることがあるそうです。人間関係まではね、それは作れないから仕方ないけど挨拶ぐらいしてほしいですよね。他にも49歳男性、ファミレスでの配達の仕事に行った際、3月上旬の寒い時期であったにもかかわらず七分袖の制服しか用意されていなかった。完全舐められてますね。帰り際に今日のシェアフルは使えませんでしたねと、そういった会話が聞こえてそうです。この時の仕事ぶりが分かんないんで何とも言えないんですけど、まあ、さらにファストフード店で働いた際、店舗の外壁についたツタの掃除をさせられたそうです。清掃業じゃねえかって話でね。この仕事に向かったらなんかバックヤードの棚にタイミーさんが来たら頼んでおいてって書いてあって、でアルバイトの高校生から指示を受けていった結果、結局5時間勤務時間の3時間をスタ取りで費やしたそうです。こんな仕事をするとは聞いてないと言いたくても、雇った側からの評価が低くなると他の仕事で採用されにくくなるから言い出せなかったと。他にも6時間という約束だったのに1時間で帰らされたとか、集合場所まで行ったらもう定員に達したから今日の仕事ありませんとか言われたとか、制服支給と書いてあったのに買い取りさせられたとか、買い取りはひどいな。労働時間とか労働条件だったりとか、仕事内容が事前に聞いていた内容と違うということがあるんですね。ただ一方現場で普段からそこで働いてる人からするとどうしても一から教えないといけないという大変な問題がありますよね。例えばドリンク運びとかテーブルの後片付けといった簡単な業務をお願いしてもすぐに覚えられない人もいたりとか、動きが遅かったと。なので場合によってはいることで邪魔になってるなと、まあ、そういう時もやっぱあるんですよ。でもまあ一日で覚えろという方がやっぱ無理ではありますよね。でもここに関しては正直こんなこと言い出したらなんで応募出したんだよという話になってきますから、そもそもお話にならないんですけど、なのでこれって労働者個人と企業の力関係が対等ではなかったりする、実際のところ社会的立場の弱い人を利用してるような感じでも見えるんですけど、利用してるだろうって思うんだったらなんでそのアプリ使うんだよっていうね、またそういった話もなってくるんですよ。ただこれって何が悪いかって、いわば究極の不安定雇用であるために起こってしまってるわけなんですよね。ってなってくると日雇い派遣とやってることってあんまり変わらないんじゃないかっていうところもあって、このバイトアプリを使った日雇い労働ってアプリ運営会社と求職者である労働者、求人者である企業の3社が関係してて、この間接雇用と直接雇用っていう違いはあるんですけど、この3つの構図っていうのが派遣元と派遣先、派遣労働者で構成される派遣労働と酷似してるんですよね。スキマバイトって呼ばれてる日雇いバイト、あくまで労働者と企業の直接雇用で、アプリ側が人材を紹介してるという形なんですよ。この間接雇用である派遣会社が仲介して労働者を企業に派遣する日雇い派遣、この派遣問題っていうのはかつて2000年代の後半ですね、国内でもすごい問題になって、その頃単発で人を集める手段として利用していた日雇い派遣、これが短期間での雇用とか就業形態なんで、派遣元と派遣先の双方で必要な雇用管理ができてなくて労働災害の発生にバンバン繋がっていたんですよ。実際この頃あのグッドウィルグループの子会社で日雇い派遣大手だったグッドウィル、この会社ではモバイトっつって、現在のスキマバイトと似た形で労働者がモバイル一つで日雇いバイトが探せるモバイト .com っていうね、人材派遣のアルバイト登録システムを運営していました。登録スタッフになるには支店に出向いて簡単な面談を行う必要あったんですけど、その後は派遣先に直接出向いて働いて直帰する働き方は現在のスキマバイトと同じ流れでした。でグッドウィルは登録スタッフに対してデータ装備料という名目で賃金から1日200円分の天引きを行っていて、派遣先の企業が派遣スタッフを他の企業へ再び派遣するっていうね、これ二重派遣ですよね。あと備品の押し売り、違法な給料の値下げ、労災隠しとか、そういった違法行為を行っていたことが2007年頃から明るみになったんですけど、これらのことで職業安定法違反の嫌疑がかかって会社には家宅捜
査が入って、このグッドウィルの課長、元支店長の3人が派遣先企業の無許可派遣を控除した容疑で、派遣先企業の元常務と共に逮捕されて刑事事件に発展しました。グッドウィルも法人として書類送検されて、その結果2008年に廃業、完膚なきまでにボコボコにされました。また同年ですね、このリーマンショックがあってね、海外市場での日本製品の需要減という、ね、煽りを受けて、製造業を中心に派遣労働者の派遣切り、雇い止めが社会問題に発展しました。こうした背景から労働者を保護するため、このおよそ4年後の2012年10月、労働者派遣法というのが変わって、30日以内の短期間の日雇い派遣は一部例外、短期的な雇用であっても労働者に不利益の生じない業務などを除いては原則禁止とされました。この隙間を狙ったというかね、派遣会社が仲介してません、あくまでも人材紹介を行ってるよっていうのがこのスキマバイトアプリです。じゃあこれそもそもの話、運営側っていうのは法律違反してるんじゃないのかって話なんですけど、結論から言うと合法です。っていうのも、まあこれは人材紹介サービスだからなんですね。派遣とか業務請負ではなく、あくまでも人材紹介業です。加えて仕事の労働契約はワーカーと求人企業で直接結ばれてるんですけど、契約形態というのはこのスキマバイトの場合、その多くは労働基準法の適用外になる業務委託契約がメインになるんですよ。このためアプリによっては、運営側は労働時間とか給料の上限を設けることで社会保険を払う義務を回避して、労災保険は企業側と働く人との契約なんで関与せずと、そういった感じなんですよね。ただ結果これ続けていくとどうなるかというと、運営側は損をせずに利用者の負担だけが大きくなっていくと思うんですよ。納税とか保険に関しても労働者本人の自己責任になっていって、これは採用する側のモラルが問われる状態になると言っても過言ではないんですよね。ただ1日なので別にそこまでしなくていいよなって、そう思う人がほとんどだと思います。そうなるとますます社会は貧困になる負の連鎖を生む可能性はあるわけで、いずれトラブルが起こったりとか規制する法律ができてもおかしくない状況だったりします。いずれにせよ何らかの法整備が行われると思いますね。ただここに関しては、今年の4月から労働条件の明示義務のルールが一部変更になって、企業側は就業場所、業務変更の範囲を明示することになっています。でスキマバイトといっても、明示された範囲を超えて就業場所とか業務を変えることはダメだとなってるんですね。ただじゃあ実際それを現場で言われた時に、やりませんと言うと、じゃあ帰ってくださいって言われたりとか、そういった可能性もあるっていうのはまた別問題ですよね。はい、とプラスの要素もあってね、面接とか履歴書もなくて気軽に働けるよというのはいいところなんですけど、ただやっぱりこれって貧困社会だからこそ成立してしまってる法の隙を良くも悪くもついたような業務形態ではないかなと僕は思います。まあ、こちら経験ある方いたらご意見ご感想をお願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。